次はすっごい大事なこと。よく聞くのよ。歩はお兄ちゃんなんだから、何があってもママを守ってあげなきゃいけない。もしママがこうやって背中を向けようとしたら、それは助けての合図なんだ。そういう時はこうやって優しくギューってしてあげるんだよ。ママのことは頼む。これは男と男の約束。ああそうだ、じゃあ指切りしよう。いいか、指切りげんま、嘘ついたら針千本のます。指切った。俺がママを守るから大丈夫。ああ、じゃあ最後に、最後に、なんだっけ、ちょっと待ってね、ああなんだっけ、すっごいかっこいいこと言おうと思ったんだけど、出てこない。最後に、なお俺と出会ってくれてありがとう。俺と結婚してくれてありがとう。歩を産んでくれてありがとう。歩、生まれてきてくれてありがとう。二人とも俺の家族になってくれて、本当に本当に本当にありがとう。パパは少し遠くの方に行っちゃうけど、これからも二人と一緒に歩いていきます。俺の宝物は直人、そして歩です。今かっこいいでしょ。それじゃあ最後に、それじゃあ、なお、ハッピーバースデー。じゃあ、バイバイ。